こんにちは。生体ニコニコサイドです。本日もダウンをご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの後に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。で今回はちょっと前回からの続きになりまして、足首が硬い人の、まあ、ストレッチですね。足首を柔らかくするストレッチ。それを効果を倍増する、そんなコツについてお届けしたいというふうに思います。で前回ですね、足首が硬い人はこんなストレッチやっちゃいけませんよってことでお伝えしたんですけども、実はそれはですね、やり方をちょっとですね、コツを押さえると、逆にあなたのストレッチ効果を倍増させる、そんな、テクニックがありますので、それをですね、知っていただいてですね、よりせっかくですね、あなたの時間をかけてですね、一生懸命頑張ってストレッチしてますので、それをさらに効果倍増することによってですね、根本的に足首がですね、ちゃんと柔らかくなるようにしていただけたらと思います。で、根本的にちゃんと足首が柔らかくなりますと、本来であればですね、そんなにストレッチをしなくてもですね、結構柔らかい状態と保てるんです。結構いろいろやって、あれもこれもやって、だけど硬いっていう人はですね、このコツをですね、ちょっと知らないんですね。このコツをですね、あなたは今まで知らなかっただけなんで、それをちゃんと知っていただければですね、ちゃんと柔らかくもなりますし、そんなに頑張らなくても柔らかい状態というのは維持できるようになってきますので、知っていただけたらと思います。ではですね、その効果を倍増にするコツって何かと言いますと、関節です。この関節をちゃんと足の関節で、足首の関節をしっかりと意識して、やるということになります。で、これどういうことかと言いますと、足というのをですね、ちょっとここに模型がありますけども、足ですね。足ってこんな、ちょっと見るのかですね。足ってこんなになってます。あ、見えなくなっちゃいました。足ですね。こんな感じになってます。で、足首っていうのはこんな感じになってましてですね、この、滑車ですね。滑車、くるくる回る滑車みたいになってます。この滑車がありまして、この滑車の上に骨があって、滑車を通してその下にかかとと、こっち側の前側の骨っていう形に分かれています。ですので、このちゃんとですね、この滑車を意識してあげる。ということですね。この絵で描きますとですね、この足の骨がこうあります。足の骨があります。で、ここに滑車があります。くるくる回る滑車があります。で、その前側にこんな骨があって、で、つま先がありですね。そして、この後ろ側にかかとがあるということになります。で、この滑車がくるくると回るのをですね、感じながらストレッチをするとですね、効果が倍増になるどころかですね、その滑車のくるくる状態がですね、脳が覚えていきまして、その何も、そんな意識しなくてもですね、このくるくる回るようになります。そうすることでですね、足首が硬くならなくなるんですね。だけど、この足首がこのストレッチをしてもすぐ硬くなっちゃう人というのは、この骨じゃなくて、その周りですね、にある筋肉とか、ここにアキレス腱で靭帯もありますけども、でこういう周りが、このぐにょ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 柔らかくしてる、だけで終わってしまってるんですね。そうするともったいないことにつながってしまいます。ですね。これ実際やっていきたいんですけども、ですね。こんな感じですね。やっていきます。まあ、こう座って、例えば、こういう足首回し。ありますね。足首こうやって回す。こういう柔らかくする方法あるんですけども、これをですね、ただこのぐるぐる回して、ぐにゅ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 。やってると、これはですね、この中の関節が柔らかくならなくて、この周りのこのぐにゅぐにゅしてるってことは、周りの筋肉ですね。ここだけが、効いてます。だから、周りの筋肉とか靭帯が柔らかくなるんですけども、肝心の中の骨が、滑車が動いてこない。そしたら、中が動いてないから、どうしても周りが硬くなってきてしまうということにつながりますし、このね、周りがぐにゅぐにゅしてますので、ちょっと捻挫しやすくなったり、バランスを崩しやすくなるということにつながりますので、そうじゃなくて、ちゃんとこう持ったらですね、持ったら、この力はそんなにいらないです。このですね、中の骨ですね、中にこんな滑車があるんだなと。この滑車があるんだな、どれだろう滑車。あ、なんか中の骨がなんか動いてる感じがするな、というのをですね、これをですね、感じながらやるんですね。だから、ちょっと集中力がいります。
ですから、ちょっと最初はね、少ししただけで疲れちゃうかもしれないんで、疲れたら、まあ、休憩しながらですよ。で、この骨を感じながらやるとですね、行き過ぎたりもしないです。これ見ていただいたらわかりますけど、そんなに足首動いてない感じしますね。普通の人だったらこうぐにょぐにょやると思うんですよ。これも関節の動きを完全に無視をしてですね、その周りの筋肉だけが緩んでいる状態で、骨はもうグラグラにずらされてしまってます。そうすると、関節もずれてますから余計硬くなってしまいますので、この関節を感じながらやるとそんなに大きく回さなくてもいいですし、回せないです。関節を感じてると、あ、これ以上いかないなっていうのがわかりますので、こんな感じで、ゆっくりとですね、じわーっと、じわーっとですね、やってあげるといいですね。で、そうしますとですね、これやった後に立った時にですね、この、ちゃんとこの、骨で立ってる感じがします。で、やってない方はなんかベタッと、ぐにゃっとしてる感じ。回した方はですね、なんか骨でパシッと立ててる感じ。ちょっと足踏みしてもパシッとくるんですね。だけど、やってない方はなんかぐにゃぐにゃしてます。っていう風にですね、しっかり骨の足首の関節、ここをですね、感じながら回してあげることで、しっかり骨で立てます。骨で立てるってことは周りの筋肉には負荷がかからないんで、足首が硬くならないってことにつながりますので、ぜひですね、この関節を意識してやってみてください。で、ここまでお伝えしましたが、ちょっとこれは聞いたけど、ちょっと難しいなという思われる方もいると思うんで、次回はですね、これをですね、簡単にできる、もうそんなに頑張って意識しなくても集中しなくてもできる、方法が、実はありますので、そちらを知りたい方はですね、次回お伝えしますので、下のところからチャンネル登録をしておいてください。ということで今日はですね、足首硬い人のストレッチですね、これ効果を倍増させるコツについてお伝えしました。次回、簡単な方法をお伝えしたいと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。